広島県呉市本通り2丁目交差点国道185号終点広島県三原市糸崎八丁目交差点国道185号は広島県呉市から三原市に至る一般国道である広島県三原市埼崎町起点の呉市から瀬戸内海沿岸を通行し終点の三原市に至る路線で島々を眺めながらの回送路であるまた クレを終点としている国道31号と合わせて、県と広島市と三原市を結んでおり、国道2号の南側を通行し、その役割を補完している。なお、ほぼ全線において、西日本旅客鉄道クレと並走している。一般国道の路線を指定する政令に基づく、奇襲点及び、経過値は次の通り。太平洋戦争前から、現在の旧山新道と同様の、 トンネル掘削計画があった。旧山新道広島県呉市町波間町、旧山新道は、呉市本通り6丁目から同市阿賀中央6丁目に、至るバイパス道路として建設された延長 2.6km の区間である。2002年3月21日に暫定2車線で共用を開始した。同区間は、呉市の中心部と阿賀、構築を結ぶ経路として機能し、 旧道においても4車線の道路へ整備されているが、大正期までは細く険しい道が続いていた。昭和期に入ると、トンネル掘削による振動建設が計画され、内務省によって1942年に国道二27号として事業着手し、実際に阿賀川から150メートルを掘り進めたが、太平洋戦争の戦況悪化を理由に1944年に、 工事が凍結された。戦後になると、国道185号から、阿賀川の高校に続く道には、阿賀商店街が形成され、高校はフェンスで封鎖した上で周辺の空地は、この地区の地名から、田中町遊園地と命名された公園として、長らく地元住民に開放されていた。一方の五越峠では、道路拡幅によって4車線を確保するも、 一日あたり4万8000台という交通量かつカーブの多い急勾配な道路状況をゆえに慢性的な渋滞や交通事故が多発しており、渋滞損失は年間約95億円という試算結果が示すように経済活動や住民生活に大きな支障を及ぼしていた。戦前に中止されてから長らく振動建設の再開はなされてこなかったが、 契機となったのは工事再開を求める運動の起きた1985年のことである。翌年の1986年に建設省が事業採択し、1987年3月には都市計画決定と事業着手、1989年に用地着手と続いた。道路用地に展開していた阿賀商店街の 大体移転先としてアガプラザを1992年10月に開業させ、1994年には長波様側から取り付け道路の着工に至った。旧山新道最大の構造物である延長1 7トルの旧山トンネルは1996年10月に工事着手し、調査後阿賀の両側から掘削していったが、都市部の山として周囲に密集する。 住宅地の住環境への配慮や、水道管をはじめとしたライフラインの存在による慎重な作業が求められたため、工事は難航した。また、両高校周辺の住宅の空気環境を考慮して、換気用の縦坑を設置しており、掘作には、工期、安全性、指向性、経済性に優れるレーズボーラー工法を採用した。トンネルは2000年9月に貫通し、 幾多の南高寺も後期は2001年度の当初、予定から遅れず、2002年3月21日に暫定供用の運びとなった。旧山振動開通後は、五越峠と旧山新道全体の交通量のうち約7割に当たる約4万台が旧山振動を利用しており、想定を超えた交通量が排気ガスや騒音によって、 歩道の環境に悪影響を及ぼしていたことから、市民の要望に応えて、透明なガラス製の歩車道分離壁を2004年8月に完成させ、歩道は旧山有事と命名された。また、想定を超えた交通量は新たな交通集中による渋滞の発生源となっており、2009年11月に開催された中国地方整備局事業評価監視委員会では、 事業継続が妥当とされ、4車線化されることが決定した。呉市議会議員や呉市民からも完成4車線の早期着工を求める声が寄せられ、2015年1月10日には4車線化工事の起工式が行われた。2019年3月10日に4車線化された。新道と旧道との関係では、長波様側は本通り6丁目交番交差点が、 旧山トンネル西口と会場、阿賀川は、阿賀消防署前交差点と阿賀中央山頂多め交差点が廃止されて、三原方面と直進関係になる旧山トンネル東口交差点が新設された。五越峠経由の旧道は、旧山トンネル西口交差点から西畑交差点までは、広島県道百七十四号、瀬野暮れ線に編入され、同交差点から、 旧山トンネル東口までは、呉市道阿賀中央、西端線になった。安浦バイパスは、呉市安浦町大技中切れから同市安浦町、大技水戸口に、バイパス道路として建設された延長3 9トルの区間である。豊田郡安浦町の中心部を通過していた旧道は、歩道未設置箇所が存在し、福音も強小であったため、 安全性向上と通過交通対策の一環として、季節の道路拡幅と合わせて、バイパス道路を建設した。1988年に、季節道路の拡幅区間にあたる終点側の 0.5km で供用を開始し、1998年8月5日に、残りのバイパス区間 2.6km の供用開始をもって完成供用した。 トンネル川尻水道広島県呉市川尻町、精進報道の駅平日24時間、交通量道路交通センサス24時間、交通量道路交通センサスより一部データを抜粋して、作成道路と交差点名称は、交差点名なし、または、信号なし。ありがとうございます。